はい、どうも、よしんです。いやー、ついに届きましたよ。ね、トレフェスオンラインのソフビ。まあ、本当はもっと前に届いてたんですけど、ね、動画にする時間がなかったんでね。いやー、今回のね、これ、トレフェスオンライン、変えましたね。今までトレフェスオンラインね、めちゃくちゃ重くてね、全然変えなかったんですけど、今回はもう、めちゃくちゃね、サイトも軽くて、もう、バッチリ変えました。ね、節約と考えつつも欲しいなと思ったやつ全部買いました、ね、3つ紹介します。これやばいよ。まず1つ目、シカルナ工房さんのキューブガイガン、ね、これちょっと開けようか。これ開けるわ。はい、ここまで。はい、ガイガン、いいね。これね、何がいいかというと、この釜の部分とか、これ、メタリックな感じがすごく出てる。ほーら、ガイガン。ガイガンはね、俺結構ね、これ、昔から好きな怪獣だったんですけど、ソフビ全然持ってなかったんですよ。ね。ガイガンは本当にいいソフビだけを買おうと思って、ね。厳選して考えてたの、今までどれ買おうかなと思って。でもこのキューブシリーズのガイガンは本当にいいわ。これは絶対欲しいと思った。このデフォルメ具合といい。ね。このメタリックな感じ。これは、いいな。買えてよかった。これなんぼ ?7500 円です。7500円。ただトレフェスはね、ちょっとね、システム使用料かなんかわかんないけど、そういったのがあるから、ちょっとお値段高くなるんですよね。ちょっとね。そこはちょっと残念なんですけど、で次紹介するのは、チューブシリーズのゴジラ2016。これね、今までのチューブシリーズのゴジラの中で俺一番ボリュームがあると思う。ドーン！でかい。いいね。これはいいよ。もうちょっと開けようかな。ちょっと開けちゃおう。開けちゃうわ。これは開けちゃうわ。ちょっと開けちゃう。おお。おお、口の中こんな。ああ。ね。で、尻尾も長い。で、尻尾も回転すると。ほら、長い。わあ。わあ。長いよ、これ。おお。尻尾が動かせるだけでだいぶ変わるからね。ほんで、顔も曲がる。ね。顔も動く。足はここだけが、ちょっと先っぽだけが動くね。あー、でもかっこいいわ。これはやばい。あー、口やばい。うわーってなってもな。おー。これはキューブシリーズの中でも。やーべえな。これは最高。これ最高です。ありがとうございます。ね。はい。ちょっと待ってね。これ、きれいに収めるわ。きれいに収める。きっちりちゃんとやる。これは大きくて入らへんな。これ、閉まらなくなった。あ、大丈夫か。大きいんだよ。はい、ラスト。これね、最後やばいんです。一瞬でなくなりました。これ買えなかった人多分いっぱいいると思う。ビビるよ。15,000円。ね、全然節約できてないわ。ね。猿印さんの、バーニングなゴジラですよ。ドーン！ドーン！これはやばい。これはやばいわ。うわぁ！やべえ！これは開けへんぞ。こ
これ何がすごいかというと、まあね、本体がオレンジのクリアなんですよ。そこに塗装してあって、ね、これ目の部分とかもね、これ実はちょっとね、透き通ってたりするんですよね。ちょっとだけ。ね、口の中もこんななって。胸の部分ももうバーニングしてるんですよね。ね、この背中の、ね、鱗も。ね、これ、バーニングしてるんですわ。これはやばい。これはバーニングですよ。バーニングゴジラって感じ。ね、今までね、これね、なかったんすよ。この1995年のバーニングゴジラ、いろいろ装備化されてますよ。でもね、バーニングゴジラもうどれも人気で、高い上に抽選販売とかでも買えなかったりでね、今まで一度も買えなかったんです、バーニングゴジラに関しては。ところが今回はもう、トレフェスオンライン様々ですよ。やばいんだってこれ。これもうマジでやばい。バーニングって感じだわ。これはもう本当にバニってる。バニってるよ、これはもう。ね。欲しいわーって、欲しいわって手に入ったじゃん。これはもう本当に買えてよかった。いや、もう本当に。これは今年一番かな。今年一番ですわ、これ。これはもう本当に、わかるでしょ、このちょっと透き通ってるか。この赤いところがちょっとね、バーニングっていうのが。ありがとうございます。これも一番いい。これ顔も一番いい。顔も一番いいんですよ。一番いい、こちら。よし。ありがとうございます。はい、ということでね。もう今回はもう大満足ですね。はい。ということで、トレフェスオンラインで購入していた、ね、ゴジラのソフビとかをね、紹介させていただきました。以上、ヨシキンでした。バイバーイ。